おいりおいりは、香川県の特に中西部地方から愛媛県の最上シートで生産されるあられの一種。主に、ソフトクリームなどの菓子のトッピングや、結婚式の引き出物や、土産菓子として販売されている。直径1センチメートルほどの玉状で、色は桃色、緑、白、空色、紫、オレンジなど様々である。外は薄い殻のような食感で、中は、 空洞で口に入れるとすぐに溶ける。一般的なひなあられの風味に似ており、甘さは控えめである。原材料は主にもち米。ソフトクリームなどの菓子のトッピングとして用いられる。嫁入り道具として、香川県の結婚式披露宴でも用いられている。結婚式披露宴の参加者への引き出物、また嫁入り主体への近所への挨拶を兼ねた、贈り物として用いられることもある。その際、 縦8センチメートル横 4cm ほどの楕円型をした小判型の菓子である。小判菓子という和菓子も同時に数枚贈られることが多い。小判菓子はすなわちお入りを平たくしたものであり、色や味はお入りと同じである。お入りと小判菓子は紅白の化粧箱に入れられ贈られる。愛媛県の最上シートにもお入りの風習がある。お入り豆とも呼ばれ。 引き出物としてはお入りをビニール袋に詰めて、さらに紅白の化粧箱に入れたものを用いている。ありがとうございます。